はいどうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。久しぶりの更新になりますね。1ヶ月前後ですね、ちょっとチャンネルの動画の更新をねやっておりませんでした。様々コメントをいただいておりまして、体調不良なんですかとかね、なんかあったんですかみたいなですね、ご心配のコメントですね、非常に多くの方々からいただきまして、今回ですね、ちょっと緊急で動画の方を撮らせていただいております。タイトルにもあるように、現在ですね、以前のように動画を作ることができない状態になっております。その理由なんですけれども、私も今いくつか自分で仕事をしておりましてね、いわゆる新規プロジェクト、新しいプロジェクトを作るにあたって YouTube の動画を作る暇が全くないという状態になっています。私の人生で一番忙しい時期に突入しておりまして、特に新しいことを始めるとなると、これ私の性格からもそうなんですけれども、一点集中、一点突破タイプなんですね。ですので、他のことを並行して行うことができないという状態になっている関係で、 YouTube の映像を制作するという時間も今現在の自分の生活の中で作ることができないという状態になっております。どうしても新しいことを始めるとなると、 100% の力を、 100% の時間をかけてそこにぶち込んでいくと、こういったようなねスタイルで私はいつもやっておりますから、ある意味では YouTube もそうだったんですが、他に、今現在立ち上げているプロジェクトがありますので、そちらの方に全身全霊をぶち込んでですね、やっているというふうに解釈していただければと思います。もちろん仕事の割り振りができて、ある程度時間ができるようになってくれば、通常通りの映像ですとか、あとは案件でですね、様々なメーカーさん、あるいは企業さんからコラボレーションで動画を作らせていただいているというものもございますから、そういった映像の制作も今回並行するような形でですね収めさせていただきますので、今しばらくお時間をいただければと思います。ですので、あやとサロンのチャンネルに何かトラブルがあったですとか、私が体調不良なのかといったようなねご心配も様々いただくんですが、そういった事実は一切ございませんので、単純に映像を作る時間がないとご理解いただければと思います。そうは言っても、生活している中でちょっとぐらいは時間あるんじゃないのっていうふうにね思われる方もいらっしゃると思うんですが、私の場合はさっき言ったように一点集中、一点突破タイプですので、一つやるべきことを決めたら他のことには一切時間を使わないというスタイルでございますから、24時間の中でたった5分たりとも時間を割くことができない、それくらいまで追い込んでやっておりますので、この動画をね、この報告の動画を作るだけで1ヶ月かかってしまったわけなんですが、今現在そういう状態であるとご理解いただければと思います。私もですね、正直 YouTube で食べているわけではありませんし、 YouTube でお金を稼いでいるわけではありませんので、ある意味ではもう一つのキャッシュポイントを作るために新規のビジネス、新しいプロジェクトというものを始めております。YouTube だけで食っていけるんであればですね、日々、動画を投稿していればああいうわけなんですけれども、そうもいきませんし、YouTube 自体はね、もちろん収益化してるんですが、そもそも YouTube の収益にですね、依存した運営を行っているわけでもありませんので、逆に新しいプロジェクトが完全に形になれば、YouTube の収益の数十倍の利益をね、得ることができるようになると考えておりますので、逆に YouTube の動画だけをやっているよりも、はるかに面白い映像を撮ることができるんじゃないかなと、そんな風にも考えております。逆にね、YouTube の収益のみに私が依存しているのであれば、1ヶ月も動画を休んでしまったらね、これ多分大変なことになると思うんですよ。再生回数も一気に下がってしまいますし、一般的な YouTuber さんはね、結構そういうことを気にされているようなんですけれども、特に YouTube に完全に依存しているタイプの YouTuber さんになれば、当然再生数の上限というものが生活に直結してくるわけだと思いますから、おそらくストレスも相当なものになってくるんじゃないかなと思います。私なんか特にね、趣味で自分の大型トレーラーを持っているぐらいですから、1ヶ月収益がなくなってしまってですね、もし仮に YouTube に、それを依存しているのであれば、当然維持費、そういったコストを払うこともできなくなってしまいますし、当然お金が入ってこないのであればですね、活動を続けることもできないと、そんな感じになってしまうんじゃないかなと思います。新しくですね、YouTube 以外にも、様々なキャッシュポイントを作っておいた方が、今まで以上に面白いテーマの動画、また魅力的な活動も行うことができると思いますので、まずはそちらの方を重点的に進めさせていただいて、でちょっと余裕ができたらまた動画の方もちょいちょい、公開していこうかと考えております。そんな感じですね。1ヶ月全く音信不通でですね、1回も動画も上げておりませんし、Twitter をはじめとする SNS などでは活動していたんですけれども、当然 YouTube しかね、見ていないという視聴者の方も多数おられると思いますから、一度この辺でですね、ちょっと動画で近況報告というような形で、今現在どんな感じなのかということをね、ご報告しておいた方がいいと思いまして、今回動画の方で公開させていただきました。またちょいちょい面白い動画の方は撮影しておりますから、その辺も期待してお待ちいただければと思います。暇ができたらね、ちょいちょい動画公開します。毎日公開するのはちょっと厳しいかもしれないですけど、できる範囲でやっていこうと考えておりますから、ちょっと落ち着くまでですね、そんな感じで少し、ルーティンとしては間が空いてしまうかもしれませんが、ぜひですね、今後もあやとサロンのチャンネルお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。おやすみなさーい。I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack.
I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad.